ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回は予定されていた通り、本日2019年8月20日の午後に ASUS のイベントが開催され、国内向けに正式に最新のスマートフォン Zenfone 6 の販売が発表されましたので、国内モデルのスペック、それから特徴などについても改めてご紹介したいと思います。まずはじめにスペックを紹介すると次のようになります。CPU は Qualcommの Snapdragon 855、RAM は 6GB または 8GB、ROM は 128GB または 256GB、ディスプレイは 6.4 インチ、解像度は 2340×1080 ドット、カメラはアウトカメラ、インカメラ共通で、画素数は4800万画素と1300万画素のデュアルレンズカメラ。バッテリーは 5000mAh で、OS は Android 9。発売日、それから価格についても発表がありましたので、ご紹介したいと思います。まず、発売日については、RAM が 6GB のモデル、それから RAM が 8GB で、カラーがミッドナイトブラックのモデル。これらの発売日が8月23日となります。その他にも、RAM が 8GB で、カラーがトワイライトシルバーのモデルもありますが、このモデルについてのみ8月30日の発売となります。価格については、RAM が 6GB のモデルが69,500円、RAM が 8GB のモデルは82,500円、それぞれ税別価格となります。ASUS のフラッグシップモデルということですので、とても基本スペックが高いモデルではありますが、他社のフラッグシップモデルと比較すると、価格はやや抑えめで買いやすいのではないかと思います。なお、フラッグシップモデルというと、多くのメーカーが有機EL を採用していますが、この Zenfone 6のディスプレイは通常の液晶ディスプレイとなります。そして、最大の特徴であるカメラですが、先ほどもご紹介した通り、インカメラとアウトカメラ共通となります。通常は背面に収納されており、自撮りをする場合、カメラユニット全体が前を向くことによって、インカメラとして使うことができるようになっています。センサーについては、4800万画素のメインセンサーの方には、ソニーの IMX586 という比較的性能の高いセンサーが採用されています。このセンサーは、隣接する4つの画素を1つの画素として使うことによって、高感度撮影が可能になるセンサーです。そして、この4800万画素のセンサーには、標準レンズが組み合わされています。一方、もう一つのカメラの方には、1300万画素のセンサーが採用され、こちらは広角レンズが搭載されています。このカメラは前後にフリップするタイプのカメラとなっており、この機能を利用して縦や横にパンしながら撮影するという機能も搭載されています。インターフェースとしては USB 端子が Type-C になっています。また、最近のフラッグシップスマホでは珍しく 3.5 倍のイヤホン端子も搭載されています。そして、これまでのZenfoneとは大きく異なるポイントとして、ボリュームキーの上にスマートキーという物理キーが搭載されています。このキーには、ユーザーが自分が使いたい機能を割り振ることができ、設定で機能をカスタマイズすることができるようになっています。Bluetooth については、バージョン5に対応。そして、Wi-Fi については、802.11ac までサポートしています。ASUS は Wi-Fi ルーターなども作っているメーカーですので、次世代の Wi-Fi 6にも対応していてもいいかと思いますが、現時点ではまだまだ環境も整っていませんので、Zenfone 6に搭載されるのは AC までとなっています。特に基本スペックが高いスマホが欲しいと思っている方はもちろんのこと、メインカメラをインカメラとしても使うことができるため、自撮りの画質をこだわりたいという方にとってもおすすめの製品となっています。ということで、今回は ASUS の最新スマホ、Zenfone 6の国内モデルが発表されましたのでご紹介しました。なお、先ほど発売日は早いモデルは8月28日から発売とご紹介しましたが、すでに Amazon では予約が始まっています。最新の価格が気になる方は、また実際に予約して購入したいと思っている方は、この動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。